はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、レック専任講師の吉澤淳です。3科目、出題傾向、ピンポイント補強講座、民法第1回を始めます。はい。えー、この講座、民法は3回、会社法は5回、えー、そして不動産登記法は3回、えー、で構成されております。えー、今日はあ民法ですからあ、民法のコンセプトをですね、お伝えしておきたいと思います。平成29年度、えー、司法書士本試験の民法の問題を見ておりますと、 平成19年以前まあ簡単に言うと古めの加工門知識というふうに表現していいかなと思いますがあそちらが出題されていて、まあ、かつですねそれが商売誌になっているものが見受けられましたで他方受験生のうちですね、まあ、特に時間の限られている方ですね、まあ、その加工問演習の仕方としてですね 10年分とか1年15年分直近のものですねに絞った上で回すというスタイルを取っていらっしゃる方があ結構いらっしゃると思います。でそのこと自体はあ全然否定いたしません。そのまま続けていただければというふうに思います。やはり時間の内倍はですね数を絞った上で量を絞った上でそれをひたすら繰り返して十分の中での過去を作るというのが大事になってきますので。 で他方、ですねやはりまあ本試験でその古めの過去問知識がですね出題されている以上をですねそれを完全に無視するわけにもいかないということで今、皆様のお手元にある問題集ですね300約300足で構成されておりますが、はい、左側に問題、右側に解説という形で掲載されているかなというふうふに思いますで。この問題ですね平成19年以前 ですね、直近10年分は除いております平成19年以前に出題された過去問知識かつ平成20年以降は出題されていないものをですねそれを内容として含んでいるレックの過去のですねトレンとか模試の問題それを抜粋したものであるというふうにお考えください。 で量として約300足でございますので問題数に換算いたしますと60問程度ということになりますので、まあ、考え方としてはこの平成19年以前の過去問のうち重要なものがです、ね、この約60問分ぐらいにです、ねまあ、凝縮されているというふうにお考えいただければというふうに思います。 はいで講義の進め方でございますけれども、はい、問題足ごとにですね問題を私読み上げますでちょっと間を置きますので丸抜判断ですねしていただいてでその後おその足についての解説を行うという形で進めていきたいと思います用意していただくのはこの問題集とですねあと6本ですねお手元に置いといていただければというふうに思います はい、えー。それでは、早速ではございますけれども、お第一足ですね、から見ていきたいと思います。はい、いきます。<laughs> 意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、貢献開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。 はい、答えは、丸えでございますが、はい、まあ、これ当然といえば当然でございますけれども、医師無能力制度と制限行為能力者制度はあくまで制度としては別個の制度でございます。医師能力の有無は行為ごとに判断されます。すなわち問題となっている行為が行われた時点で医師能力があるのかないのかを見ることになります。 そうすると、何が生ずるかというと、立証の困難という問題が生じます。そこで、医師無能力者、その他ですね、判断能力が低いと思われるものを、ま、定型化ないしカテゴリー化してですね、一括保護の対象としようというのが、制限行為能力者制度でございます。例えば、貢献開始の審判を受けた青年非貢献人、 が単独でした行為はですね、たとえ、行為当時、医師能力がなかったことの証明をしなくてもね、取り消せることになりますのでね、このように医師無能力制度と制限行為能力者制度は別個の制度ですので、貢献開始の審判を受けていなくても、医師無能力状態であったことの証明ができさえすればですね、無効主張が可能でございます。 はい、えー、それでは次、第2足でございます。はい、えー、未成年者が成年に達した時から6ヶ月が経過した場合、当該未成年者であった者は、17歳の時に法定代理人の同意を得ることなく締結した第三者との売買契約を未成年であったことを理由に取り消すことができない。 はい、答えは、×でございます。取消権がいつ消滅するのかという問題ですけれども、民法の126条をですね、ご覧ください。民法126条です。はい、読みます。 取消権は、追認をすることができるときから5年間行使しないときは時効によって消滅する。行為のときから20年を経過したときも同様とする。はい、まずこの5年と20年、えー、しっかり押さえてください。では、未成年者がですね、はい、ここ、追認をすることができるときとはいつですか未成年者が追認をすることができるときとはいつですかはい、この5年の起算点ですけれども。 成、はい、年に達したときですねですので本文は×ということになります。一点派生させておきます、法廷代理人の取消権が消滅した場合未成年者をはじめとするです、ね、制限行為能力者の取消権もまた消滅いたしますのでご注意ください。やや応用的な知識です。 はい、えー、それでは次、えー、ですね、第3足。法定代理人が未成年者に営業を許可するに際しての許可の対応は無限定であり、一切の営業を許可することも、1個の営業の一部に限定して許可することも許される。はい、えー、答えは×でございます。 営業の許可を受けた未成年者は、まあ、当該営業に関しては法定代理人の同意が不要となりますが、本文のような許可の与え方は許されません。まず、一切の営業をですね、許可することを許してしまうと、未成年者は営業に関する行為だと言えさえすればですね、単独でなし得ることになり、これは未成年者保護という制度趣旨に反することになるわけで。で、また、1個の営業の一部、 に限定して許可することをですね、まあ、仮に認めてしまいますと、未成年者が営業をしづらくなってしまいます。はい。ですので、第3足のようなですね、許可の与え方は許されないということになります。はい。それでは次、えですね、第4足でございますけれども。 はい。で、冒頭で失礼、えー、言い忘れましたがあ、問題を私が読み上げてからですね、ちょっと間を置くので、丸バツ判断してくださいというふうに申し上げましたけれども、あの、答え見ないようにね、えー、丸バツ判断ですね、していただければと思います。はい。それでは第4話いきます。非補佐人は、時効の中断の効力を生ずべき承認をするために、補佐人の同意を得ることを要しない。 はい、答えは丸でございます。民法百五十六条をですね、お開きください。民法百五十六条です。はい、時効の中断の効力を生ずべき承認をするには。相手方の権利についての処分につき、行為能力または権限があることを要しない。 債務の承認をするのに処分能力までは必要ないよということを言ってくれております。でまあこの条文よくご質問を受けるんですけれども相手方の権利についてのっていう部分ですね相手方の権利についてのという部分がですねいまいちよく分かりませんというご質問を受けますけれども例えば債権の消滅事項が問題となっているケースをお考えいただいてですねこの相手方というのは債権者です。そそのの債債権権者が持っているその債権 をですね、仮に債務の承認をする債務者側が持ってると仮定した場合にですねその権利の処分能力は不要だよということを156条は言っております。はい、でせっかくですので、えー、ちょっと番署してですねまとめておきたいと思います。 実行、はい、完成前のお単独承認と実行、ね、完成後の単独承認があ可能かあ、そうでないか、えー、というところをです、ねえー、制限行為能力者4社、ね、未成年者、成年非公権、非後見人そして、えー、そして非補佐人と非補助人ですね、えー、4社について、えー、まとめておきたいと思います。 はい未成年者でちょっと省略させていただきます。成年非公認人ですね。で非補佐人。そして非補助人ですね。でそれぞれですね管理能力と。 処分能力あるかないかというところから書き込んでいきたいと思いますけれども、この管理能力とですね処分能力ですが、より高い能力はこちら処分能力ということになります。はい。で、まこちらはレベルが低いというふうにお考えいただければいいです。で、未成年者につきましてはですね両方。 存在いたしません青年非後人も同じくそうですそして非補佐人は管理能力はあるけど処分能力はない非補助人も同じく管理能力はあるけど処分能力はないでこれに対応する形でですね自己完成前 事項完成前の単独承認。同じく事項完成後の単独承認ですね。まあ、これがあ可能か、あ、不可能かというのを書き加えていきます。 はい、えー、まず未成年者ですね、罰、えー、罰ですね、不可です、えー、そして成年非保険人も同じく不可、不可ですで、えー、非補佐人と非補助人については、事故完成前の単独承認できますが、はい事故完成後の単独承認はできない、えー、このような形になります。ここの丸とここの丸がですね、まあ、リンクしているというふうにお考えください。先ほど条 見ましたけれども、はい、債務の承認をするのに自己の中断を生ずる債務の承認すなわち完成前の承認ということですよねをするのに処分能力は不要ですよとただ一方でこれ管理能力は必要だと考えられておりますで管理能力をこの2者は持っておりますのでね丸ということになります。 はい。で、自己完成後の承認についてはですね、まあ、こちら権利の放棄に近い実質を持ちますのでえ、仮に管理能力を持っているとしてもですね、単独では行えないということでこちらバツバツとなっております。はい、以上足の四についてのまとめでございました。はい、それでは続きましてですね、第5足ご覧ください。 はい第5話いきます B の夫 A が旅行中に船舶事故によって生死不明となった A が船舶事故に遭遇し当該船舶が沈没した時から1年が経過していない場合であっても A が財産管理人を置いていなかった時は B は家庭裁判所に対し A のために、不在者の財産管理人の選任を請求することができる。はい、答えは、丸です。で、これ注意ですね。不在者制度と失踪宣告制度は、どちらも住所を去った人についての制度でございますが、前者が帰ってくること前提の制度であるのに対し、後者が帰ってこないことを前提の制度だということでした。で、 えー、船舶事故というです、ね、文言、船舶事故という文言からです、ね、まあ、受験生の方々、特別失踪の方にですに思考が向くかもしれませんけれども、不在者制度は使えます,いいです、ねえー、不在者制度を使えないわけではございません、はいえー。そして条文なんですけれども、まず25条ですね、ご覧ください、民法25条。 は <laughs> はいいこちらでですす民法25条、はい、1項を読んでみます従来の住所または挙手を去った者がその財産の管理に応こなかった時は家庭裁判所は利害関係にまたは検察官の請求によりその財産の管理について必要な処分を命ずることができるでここでいう財産の管理について必要な処分、まあ、この一番の具体例ですね。 が不在者財産管理人の選任だということになります。で失踪宣告についての30条、まあ、こちらですね30条の1項2項ありますがこちらと大きく違う点はですね、まあ、30条にはですね、まあ、こうやって7年間明らかでないとかっていう形で、えー、この期間が載っております25条1項何らですね1年とか7年、まあ、それに対応するです、ね、数字上がってきませんね。 はい。なので、要件として課されていないということでございます。ので、本もですね、1年が経過していない場合であっても、とありますが、はい、OK でございます。不在者財産管理人の専任をですね、請求することができるということになります。はい。それでは次、ですね、第6話しご覧ください。 B の夫 A が旅行中に船舶事故によって生死不明となった A が失踪宣告を受けた場合 A は船舶事故に遭遇し当該船舶が沈没した時から1年が経過した時に死亡したものとみなされるはい答えは ×A でございますがこれは大丈夫ですねはい特別失踪の場合避難が去った時に死亡したものとみなされます はい。普通失踪の場合はどうですかはい。7年間の失踪期間満了時に死亡したものとみなされるんでした。はい。次、第7話見てください。はい。B の夫 A が旅行中に船舶事故によって生死不明となった。A の失踪宣告がなされた後、A が生存していることが判明した場合、当該失踪宣告の取り消しがなされていない時であっても、当該失踪宣告はその効力を失う。 はい、答え、え×罰でございます。失踪宣告がなされると、死亡したものと見なされるわけですから、見なされたものを否定するにはですね、その見なされる原因となった失踪宣告、これを取り消すことが必要になってきます。はい、えそれでは続きまして、第8足でございますけれども、意思表示に移っていきたいと思います。 はい第8話いきます A が B と通報して A 所有の高土地を B に売り渡す仮想の売買契約を締結し B が高土地上に落つ建物を建築した後 C に落つ建物を賃貸した場合 C は民法第94条第2項の第3者に当たらない答ええー、丸 でございます。で、94条2項の第三者については、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至ったものだというふうに表現されますけれども、まあ、94条2項の第三者、まあ、こちらはですね、もう皆さんお感じになっていると思いますが、やはり大事なのは、判例上問題となった事例、判例上問題となった事例、えー、および、えー、結論、えー、ですね、 第三者に当たるのか当たらないのかそれをしっかり抑えることが肝要でございますで土地の仮想譲り受け人が当該土地上にですね建物を建築してこれを他人に賃貸した場合におけるですね建物を賃借人ですかね土地の仮想譲り受け人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合における建物の賃借人ですけれどもあれは はい。事実上の利害関係を有するに過ぎないということを理由に、えー、942項の書き学校第三者あ、これには当たらない、えー、というふうに言っております。まあ、こちらはね、学者の先生方からの批判の強いところではございますけれども、受験生としては、判例こそ神様あみたいなものですから、その判例の結論、慣例が示した結論に従って、丸抜判断をするようにしてください。 はい。それでは次、第9足ですね。いきます。A が B と通報して、A 所有のー土地を B に売り渡す仮想の売買契約を締結した後、C が当該仮想売買の事実を知らずに、B からー土地を譲り受け、さらに D が AB 間の仮想売買の事実を知った上で、C からー土地を譲り受けた場合、 A は D に対し AB 間の売買契約が無効であることを主張することができるはい答えは「×」ということでございますけれども板書いたしますこれはね非常に大事な知識でございますうん はいえー、AB 間で仮想売買で、えー、BC 間で売買、えー、契約で CD 間で売買、えー、契約で C は BC 間の売買契約締結時において善意であった。他方では CD 間の売買契約締結時において悪意であったという事例でございます。何についての善意悪意かというと、この AB 間の売買契約が仮想売買であることについての善意悪意でございます。で、この場合、 判例はどう言ってるかということですけれども C が94条2項によって保護されるすなわち94条2項により確定的に所有権を取得するちょっと「丸書」と省略させていただきます。 でその結果でですねでも有効に所有権を取得するこれが判例の考え方でございます。C、が94条2項の 第三者として、まあ、全員ですからね全員の第三者として保護される結果 C がもう確定的にですね所有権を取得するんだとでそれをただただではですね承継取得するだけというのが判例の立つですね絶対的構成という考え方でございましたでこれと比較対象として押さえといていただきたいのが下に書きますが。 まあここは同じくですね、A、仮想売買です。ここも売買、A、でここも売買ですね。<coughs> でただ全悪意が入れ替わるケースですね。C が悪意。 D が善意 <laughs> はいこのケースはどうでしたかはいこの「D」が94条2項で保護されると下の事例と この上の事例ですね。この事例まあ全員悪意が入れ替わっているわけですが、九十四条二項で保護されるのはこの下の事例だとこの D ということになる。で上の事例だと C だということになる。これあのたまにあの D がですねこの上の事例においてですね D が九十四条二項で保護されるとか言わはる人いるんですけれども全くこれ九十四条二項で保護されるとか。 次元の話じゃないそもそも悪意ですからねあくまでこの事例において94条2項によって保護されるのは C だということでございますで下の事例においては D ということになりますはいそれでは次ですけれども第10足ですねはいいきます A が B と通貌して A が C に対して有する貸金債権を B に譲渡する仮想の債権譲渡契約を締結した後、C が異議をとどめないで当該債権譲渡契約を承諾した場合、C は当該債権譲渡契約が無効であるとして、B からの当該貸金債権に基づく支払い請求を拒むことはできない。はい、答えは×でございます。はい、この事例ですね。 まあ94条2項というよりは、468条1項、六十八条1項の異議なき承諾による勾弁切断の問題とも言えるわけですけれども、はい、解説のですね、ここをマークしといてください。はい、3行目ですね。そして、以降です。債務者が仮想の債権譲渡に異議をとどめない承諾をしたとしても、 民法468条1項は適用されない、はい、この部分ですねそして以下のこの文章です、A、マークして押さえておいてください次第11足、はい、A が B と通報して A 所有の公土地を B に売り渡す仮想の売買契約を締結した後 B に対して貸金債権を有する C だ。当該売買契約が仮想のものであることを知らずに、その債権を保全するために B に代意して A に高土地の所有権移転登記を請求した場合、A は C に対し AB 間の売買契約が無効であることを主張することができる。 はい、答え、丸でございます。本問における C は、B の A に対する所有権移転登記請求権、B の A に対する所有権移転登記請求権の代行詞をしているわけですけれども、この代行詞の時点において、C は単なる一般債権者に過ぎません。ですね、C は単なる一般債権者に過ぎません。で、一般債権者が94条2項の鍵括弧第三者に当たらない。 というのは皆さんご存知だと思いますけれども、それと同じように考えていただければ OK でございます。えー、従いまして A は C に対して無効を対抗できます。はい、えー、それでは次、第12足。はい、第12足 A でございますけれども。 作語による意思表示の表意者に重大な過失があった場合、その表意者は無効を主張することはできないが、相手方は無効を主張することができる。はい、答え、えバツ。はい、そもそも、はい、作語無効の主張権者は誰でしたか作語無効の主張権者は誰ですかはい、え、原則として、 表依者のみでしたね。錯誤無効主張できるのは原則として表依者のみでございました。そして、表依者に重い過失がある。表依者に重過失があるため、表依者が無効主張できないからといって、相手方が無効主張できるわけでもありません。以上。次、第13話。A が B は資産家であると誤信して、 B と婚姻した場合後に B が資産家ではないということが判明した時であっても A はその婚姻について錯誤による無効を主張することができないはい答え「でその通りですね。まあ、本文はいわゆる動機の の事例と言っていいわけですけれども、はい、えー、この本文におけるキーワード、身分行為の特殊性、身分行為の特殊性でございます。すなわち、婚姻と身分行為、婚姻などの身分行為については、民法総則の規定の適用が排除されますよっていう話、覚えてますでしょうかはい、えー、その話ですね、本文ね。はい、次いきます。第14話。 A が要素の錯誤により、その唯一の財産である高土地を B に対して売却し、これにより無視力となった場合において、A がその錯誤を認めているときは、A の債権者 C は、事故の債権を保全するため、A の錯誤を理由として当該売買契約の無効を主張することができる。はい、答えは、丸でございます。 先ほど申し上げましたように、原則としては、錯誤無効を主張することができるのは、表依者のみ、すなわち錯誤に陥って意思表示したもののみでございますけれども、はい、解説見てください。例外ですね。はい、第14話の解説、この正しいか、例外的にというところを見てください。まずこれが、要件。 1>, 1つ目ということになりますけれども第三者において表依者に対する債権を保全する必要があるここまでが1つ目の要件よろしいでしょうか第三者において表依者に対する債権を保全する必要があるはいこれが1つ目の要件、はい、そのような場合においてはいここからが2つ目の要件表依者があ意思表示の可視を認めているはいここまでですね 表依者が意思表示の瑕疵を認めている。これが二つ目の要件。で、この二つの要件を満たすときは、第三者による錯誤無効の主張、第三者による錯誤無効の主張が許される。ということです。要件一つ目が、第三者において表依者に対する債権を保全する必要がある。はい、二つ目の要件が、表依者が意思表示の瑕疵を認めている。 まあこの錯誤を認めているということですね。はい。えー、その二つの要件を共に満たすときは、はい、第三者による錯誤無効の主張が許されます。各自、 まあお手持ちのです、ね、テキスト等で、まあ、これ判例の事案としては、まあ、有名な事案で偽物の絵画のです、ね、売買契約がこう2回行われたような事案がです、ね、ありますけれども、はい、各自テキスト等で確認しておいていただければと思います。はい、それでは次第15話 <laughs> A が B との間で自己所有のコート値を B に売却する旨の契約を締結するに際して B の手を取って売買契約書に無理やり署名をさせ B が完全に意思の自由を失っていた場合 B は脅迫を理由に A との売買契約を取り消してからでなければ支払った代金の返還を請求することはできない はい、答えは、ツでございます。はい、えー、本文における問題文中のポイントはですね、ここですよね。B が完全に意思の自由を失っていた。あまあ、これが本文におけるポイントでございますけれども、この場合、意思無能力の場合と同じように契約は当然に無効と評価されます。意思無能力の場合と同じように契約はもう当然に無効だというふうに評価されます。すなわち、取り消す必要はない。 とということになります次第16話 A が B の詐欺により C から不動産を購入した場合 C が詐欺の事実を知らなかった時であっても A は詐欺を理由として AC 間の売買契約を取り消すことができる。 はい、答えは×でございます。いわゆる第三者詐欺の事例ですけれども、96条をお開きください。はい、96条の2項です。相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った場合においては、 相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。本文では相手方 C は善意ですから、A は取り消すことができません。はい、ここ大事ですね。相手方がその事実を知っていた時に限り、すなわち相手方悪意。 のケースに限って取り消すすこことととがでできるということですでちなみにせっかくですのでこの96条ですね1項2項3項とありますけれども脅迫というですね文言が含まれているのははいこの96条の1項だけでございます2項と3項詐欺という言葉しか含まれておりませんねはい 3項、はい、この全員の第三者の保護規定でございますけれども詐欺という言葉しか上がっておりません詐欺詐欺で1項だけ詐欺または脅迫でございます、はいえー、このあたりしっかり押さえておいてくださいね、はい、例えばこの2項で言うとですね、はい、仮にですね第三者が脅迫を行った場合どうなるかというとこの2項を適用されるわけではないですからね第三者が脅迫を行ったでその脅迫に基づいて意思表示をしちゃった。 っていう場合ですね。仮に相手方が善意であったとしても取り消すことができるということになります。はい、えー、それでは次行きます。第十七し新所有の不動産に A の一番抵当権 B の二番抵当権が設定されており、A が C の詐欺により、その一番抵当権を放棄したが、その後、お詐欺を理由として放棄を取り消した場合、B が詐欺の事実を知らない時であっても、A は B に対してその取り消しを対抗することができる。はい、答えは、丸でございます。本問、二番抵当権者 B が、 96条3項の第三者として保護されるかという問題ですけれどもこのケースにおける2番手当権者 B は96条3項の第三者、掛け学第三者には当たりませんすなわち仮に B が善意であったとしても B に対して取り消しを対抗、主張することができます判例が示した理由はこちらですね解説見てください 第17話の解説。詐欺による詐,詐欺による行為により、ここですね、反射的に、反射的に利益を得た者は、96条3項による鍵閣第三者には包含されない。あくまで2番定等権者は 一番低等権の放棄によって反射的な利益。自分が第一順位の低等権者になった、なるわけですけれどもね、えー。反射的に利益を得たに過ぎないものであると。で、そのような反射的に利益を得たに過ぎないものは、鍵確保第三者には当たらない。よろしいでしょうか。はい。えー、それでは次。第十八足。 A が B に欺かれて B と結婚した場合、A は詐欺の事実を知った時から3ヶ月を経過した時であっても、詐欺の事実を知った時から6ヶ月以内であれば、その婚姻の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。はい、答え、えー、×でございます。 まあこれ条文知識そのままですけれども確認しておきましょう民法747条お開きください747条はいこちらはいまず1個から読んでみましょう 詐欺または脅迫によって婚姻をした者はその婚姻の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。で2項全項の規定による取り消し権は当事者が詐欺を発見しもしくは脅迫を免れた後はい3ヶ月三ヶ月を経過し、えー、または追認をした時は消滅するということで3ヶ月いいですね3ヶ月ですからねしっかり押さえてくださいよはい次いきます。第19話 A が B のお詐欺により B と婚姻をし、その翌日に詐欺の事実を知った場合、A は婚姻の日から6ヶ月以内であれば、その婚姻の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。はいもう答え、ツでございます。こちらは第18話と実質同じ問題です。問いかけ方が異なるだけでございます。はい、それでは次、えー、ですね。第20話。 無効とと取り消しという分野いきます第20です制限行為能力を理由とする取り消しがなされた場合において制限行為能力者が相手方に対して返還義務を負う時は制限行為能力者は現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。 はいこれ重要な条文知識ですね、民法121条お開きください、民法121条。はいこちらですが、取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。ででここからですただし 制限行為能力者はその行為によって現に利益を受けている限度現に利益を受けている限度において返還の義務を負う現存利益の範囲に返還義務が限定されております。でこのただし書きですね121条のただし書きの存在意義でございますけれども制限行為能力者の善意悪意を問わず 制限行為能力者の善意悪意を問わず、返還義務の範囲が現存利益の範囲に限定される点にございます。もともと不当利得返還請求権について定めたですね。民法の七百三条ですね。によりますと、不当利得返還義務の範囲はですね。善意者の場合は現存利益に限定されてますのでね。なので、この百二十一条正しがきの存在意義はですね。制限行為能力者の善意悪意を問わず。 すなわち、仮に悪意であったとしても返還義務の範囲が現存利益の範囲に限定されるという点にございます。はい、それでは次ですね、第21足。非補佐人が補佐人の同意を得ることなく金銭を借り入れた場合において、補佐開始の審判が取り消され、その後、非補佐人であった者が貸主に対して異議をとどめずに、 新たに担保を提供したときは追認をしたものとみなされる。はい、答えは丸でございます。まあ問題文追認をしたものとみなされるとありますので。 125条のいわゆる法定追認の問題だなというふうに思っていただけると思いますけれども、はい、125条のです、ね、要件を満たすかどうかという視点で本文ですね第21橋を見てみましょうまず条文125条をです、ね、ご覧ください。 はい125条法定追認の条条文ででござざいますまますすずざっと読んでみますね前条の規定により追認をすることができる時以後に取り消すことができる行為について次に掲げる事実があった時は追認をしたものとみなすただし異議をとどめた時はこの限りでない。 ということで次に掲げる行為としてですね一号から六号まで上がっております。でまずこの冒頭部分ですね前条の規定により追認をすることができるとき以後はいこれがまず要件として要求されております。 前条に前条の規定により追入することができるとき以後に、はいこれが要件の一つ目でございますけれども、本文どうでしょうか。要件を満たしますでしょうか。という視点で言うとどうなりますか。はいここですね。補佐開始の審判が取り消されとありますね。補佐開始の審判が取り消され。なので先ほど百二十五条で見ました。 1一つ目の要件前条の規定により追認をすることができる時以後にという要件ですね、まあ、これを満たしているということになります。はい、それでは次また条文に戻りますけれどもはい次見てください取り消すことができる行為取り消すことができる行為について。 はいじゃあ今回の行為ですね問題となっている行為は取り消すことができる行為なんでしょうかということになるわけですけれどもはいえこちらですね問題見てくださいはい冒頭部分ですね非補佐人が補佐人の同意を得ることなく金銭を借り入れたとありますね非補佐人が補佐人の同意を得ることなく金銭を借り入れたとありますはいこちら今ちょっと条文ねえ見ませんけれども 13条1項のです、ね、2号見ておいてください13条1項の2号ですねはい「借罪」と載っております。13条というのはですね補佐人の同意を得なければならない行為です、ね、が列挙されている条文ですけれども、はい、なので、まあ、補佐人の同意を得ることなくですね補佐人の同意が必要な行為を勝手にやっちゃったということで。 はいえー、取り消すことができる行為に当たるということになります。はい、で次、えー、ですね続き見ていきますとはいえー、続いての後ですね次に掲げる事実があった時は次に掲げる事実があった時はということですけれども、はいえー、今回ですね、はい、問題文ここをですね「新たに担保を提供した」。 新たに担保を提供した後ありますので、こちらはですね。125条の。4号ですね。125条の4号担保の提供とは担保の供与とあります。けれども、これに当たります。はい、えしたがって、次に掲げる事実があったと言えるわけですね。次に掲げる事実があったと言えるわけです。 ただ、えー、し書きを除いて言うとです、ね、今3つの要件見ましたが全部満たすので、えー、効果として「追認をしたものとみなされる」ということになるわけですがあ忘れてはならないのがい「ただし」「異議をとどめた時はこの限りでない」ということで「追認みなし」という効果が生じないよというふうに言ってるわけですね。で、まあ、この「異議をとどめた時はこの限りでない」とありますが「異議をとどめる」というのは一体具体的にはどういうことなのかということなんですがあ例えばああのこ 今回これ担保の供与なわけですけれども担保を供与するにあたってですねイメージとしてはいや担保を供与いたしますけれどもすなわち提督権の設定とかしますけれどもお、まあ、取り消せる行為なんでね、えー、取り消すかもしれませんよっていうことを言った上で担保の供与等々、まあ、この1号から6号に掲げられてる行為をした場合は「あ追認見なし」という効果は生じませんよ。 とということをこをの正しがきは言ってるわけでございますで、えー、本文に戻りますとですねまあここですね「はい、異議をとどめずに」というふうに書かれておりますので、はい、この「異議をとどめていない」という要件ですね、えー、これを満たしているということになります。以上要件を全て満たしますのでね「えー、追認見なし」という効果が生じるということになります。まあ、これ今この 第二十2一足ですね使ってですねちょっとこううっとしいぐらいにですね要件を満たすか。 というところを見ていきましたけれども基本、まあ、民法の条文というものはですね要件とと効果に分解して捉えることができます、まあ、今の125条でいうとですね要件は細分化すると4つありましたそして効果としては追認みなし追認したものとみなすここが効果なわけですけれどもね要件と効果に分解して条文というものは捉えることができます。なので、まあ、これ 全条文というわけではないですけれどもねできるだけ、まあ、主要な条文についてはですねこの条文の中で要件はどの部分なのかなで効果はどの部分なのかなっていうのを意識しつつですね条文と接していただければいいかなというふうに思います。はい、それでは次で次すね第22足 <coughs> 失礼、第2あ、そうですね、第22話ですね。はい。未成年者が法定代理人の同意を得ることなく金銭を借り入れた場合において、えー、貸主が当該未成年者に対する金銭債権を第三者に譲渡した後、当該未成年者が金銭消費対策契約を未成年者であることを理由に取り消すときは、その取り消しの意思表示は債権の譲り受け人に対してしなければならない。 はい、答えは×でございます。この事例だけではなく、取り消しや追認一般について言えることですけれども、取り消しや追認の意思表示は、取り消しや追認の対象となっている法律行為、本文だと検証契約ですけれどもね、その相手方、法律行為の相手方に対してしなければなりません。次、第23足。 未成年者がその法廷代理人の同意を得ることなく第三者との間で自己所有の土地を売却する契約を締結したがその後法廷代理人が当該売買契約を追認した場合当該売買契約は追認の時から有効となるはい答え×です。 取り消しうる行為もどうでしたか一応有効でしたよね取り消しうる行為も一応有効でございましたまあテキストなんかだとよく点線状態点線でこう表記されたりしますけれどもね一応有効でしたよねすなわち、えー、追認によって取り消せなくなるということが確定する追認によって取り消せなくなるということが確定する、まあ、いわば完全に有効なものとして確定するということでございます 追認までの間、無効だったわけではないですからね。追認までの間、無効だったわけではないです。次。第24話いきます。A が B の詐欺により、B 所有の宝石を買い受けて、その代金を支払ったが、その後、詐欺による意思表示を取り消した場合において、 A が当該売買契約を追認することができた時から5年が経過した時は A は取り消しにより生ずる不当利得返還請求権を行使することができない,はい答えは「ツでございますはいえこれ注意ですね判例知識ですけれどもはい板鐘をいたします。 はい、ここで契約締結でここで詐欺状態騙された状態をですね脱する騙されてたっていうのに気づくということですね。 でここで実際に詐欺を理由として取り消す取り消しの意思表示を相手方にぶつけるということですで、えー、この時系列においてですね取り消し権はどうですか取り消し権先ほど条文見ましたけれどもね民法126条ですけれども取り消し権は 追認をすることができる時から5年間行使しないと消滅するわけでございました。こうなりますね。取り消し権はここから5年。で消滅いたします。 他方を実際に取り消しの意思表示を相手方にぶつけた結果発生するところの不当利得返還請求権がどこを記算点として消滅するのかどこから10年で消滅するのかというとここからだということですね。不当利得返還請求権は ここから10年。で消滅いたします。はい、え、しっかりですね、取消し権と。取消し権を行使した結果。効果、その効果として発生する不当利得返還請求権、あくまでこれ別個の権利ですからね。 はい。その、それぞれの消滅事項のですね、記算点、しっかりと区別して、明確に区別して、抑えるようにしてください。はい。それでは次。第25足でございますが。第25足。はい。A が B の詐欺により、事故の所有する公土地を B に売却した場合、 A が当該売買契約を追認することができるとき以後に B が A に対して公土地の引き渡しを請求したときであっても A は詐欺による意思表示を取り消すことができるはい答ええー、丸でございますはいこの第25足も第21足と同じく法定追認 A の問題ですけれども サイド125条ですね。ご覧ください。はい、こちら2号ですけれども、履行の請求とあります。履行の請求。はい、この履行の請求はあくまで取り消し権者による請求。取り消し権者による請求に限られるんでしたね。よって、相手方 B が請求したに過ぎない本問では、法廷追認は生じません。 したがって A はなお取り消すことができるということになります。比較対象。この1号の全部または一部の履行。はい、この履行にはどうでしたかここには相手方の履行を受けること。相手方の履行を受けること。これも含まれるということでしたね。はい、次。第26足。 代理の問題になっていきますけれども、はい、第26話しいきます未成年者 A の親権者である法廷代理人 B がやむを得ない自由によって C を副代理人として選任した場合 B はその選任および監督について A に対してその責任を負う。 はい、答え丸 A ですね。106条を開きください。106条。法定代理人は自己の責任で、自己の責任で、はい、副代理人を選任することができる。すなわち、法定代理人は自由に副代理人を選任できますが、 他方で、自己の責任でなんですよね。自己の責任でなんですね。自由である代わりに、責任も幅広く負いますよ、ということです。ただ、はい、正し書き見てください。失礼、講談見てください。この場合において、やむを得ない自由があるときは、やむを得ない自由があるときは、全条第一項の責任のみを負う。 全条第一項の責任とははいこちらその選任および監督についての責任でございます。はいなのでやむを得ない自由によって副代理人を選任した時は専任の範囲、えー、失礼責任の範囲が専任監督についての責任に限定されるということでございます。 はいえ。それでは次、第27詩。A が自己所有の高不動産を売却するための代理権を B に付与した後、B が適法に C を副代理人に選任した。C が自己の代理権の範囲内で、D と高不動産の売買契約を締結する際に、A のためにすることを示したが、B のためにすることを示さなかった場合、 では、A に対して、不動、高不動産の引き渡しを請求することができない。はい、答え、当然、ツでございます。はい、副代理人は本人の代理人ですからね。副代理人は本人の代理人です。すなわち、本文で言うと A。本人 A の代理人でございますので、いわゆる件名も、 本人 A の代理人であることを示すべきことになります。はい、次、第28足。A が自己所有の高不動産を売却するための代理権を B に付与した後、B が適法に C を副代理人に選任した。C が副代理人として選任された後であっても、 B は A を代理して高不動産を売却することができる。はい、答え、丸でございます。副代理人を選任してもなお、現代理人は代理権を失いませんね。副代理人選任後もなお、現代理人。本文で言うと B ですけれども、B は代理権を失いません。次。第29話し。 A が委任契約に基づき、C に対し自己所有の高土値を B に売却するための代理権を授与し、C が A の許諾を得て、D を副代理人に選任した。C は、D の選任及び監督について、A に対して責任を負わない。はい、答え。×。はい、そんなわけないですね。104条を見てください。 104条と10条1項ですねはい、委、ま、任による代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない自由があるときでなければ副代理人を専念することができない。 まあ今回は、あこっちですね。本人の許諾を得た上で副代理人を選任したわけですけれども、はい、続けて105条を1個見てください。代理人は、前条の規定により副代理人を選任したときは、その選任及び監督について本人に対してその責任を負う、えー、ということで、これ条文そのままでございますが、当然罰ということになります。はい、それでは次、第3条足ご覧ください。 A が B に対して、A、公と地を購入するための代理権を付与した後、B が死亡した場合、B の相続人 C は相続の放棄をしなくても代理人の地位を承継しない。はい、A、答えは丸ということになりますが、代理権。代理人の死亡によって消滅しますね。代理権は代理人の死亡によって消滅いたしますが、 そのことが持つ大きな大きな意味は代理権が相続の対象にならないということです代理権が相続の対象にならないこれが大きな意味でございます少しだけ派生させておきましょう任意代理の場合ですけれども任意代理の場合ねまあ特約によって代理人の死亡によっても代理権が消滅しない ととすすることができます代理人の死亡により代理権が消滅しないということは相続の対象になると相続人が承継することになるということになりますはい次第31足はい第31足と第32足ですねまとめて読みます A が B に対して C からこう建物を購入するための代理権を付与した後 B が A の代理人として C との間でこう建物を購入する旨の契約を締結した場合において当該売買契約を締結した当時こう建物に瑕疵が存在し B はその瑕疵の存在を知っていたが A はその瑕疵の存在を過失なく知らなかった時は。 A は C に対して貸し担保責任を追求することができる。はい、答えは×です。はい、続けて第32話。A が B に対して C 所有の高建物を購入するための代理権を付与し、B が A の代理人として C との間で高建物の売買契約を締結した場合において、 A が高建物に隠れた貸しがあることを知っていた時は B がその貸しがあることを知らずかつ知らなかったことについて過失がなかったとしても A は C に対して貸し担保責任を追及することはできない答えは〇でございま,すでまずですねこの2つの事例 を処理するにあたって、えーまあ、適用すべき、まあ、条文ですよね、はい、101条です101条をお開きくださいはいまず101条の1項 意思表示の効力が意思の不存在詐欺脅迫またはある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合にはその事実の有無は代理人について決するものとする代理人基準だよということをこの1項は言っております続いて2校を見てください 特定の法律行為をすることを委託された場合において代理人が本人の指図に従ってその行為をした時は本人は自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない本人が過失によって知らなかった事情についても同様とする 1>, 1項で代理人基準だよと言った上でですね、2項で特定の法律行為の委託があり、特定の法律行為の委託があり、プラス代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合に関する督促が定められているということになります。で、この31足と32足でございますけれども、 どちらの事例も特定の法律行為の委託がありかつ代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合と言えます。はい、でちょっと簡単な板書をいたしますけれども。 はい、本人 A 代理人 b 相手方 C で足31においては A が善意で代理人 b が悪意ですねで足32 においては、本人 A が悪意。で、代理人 B が善意。でございます。まず、足の32の係数。これは、先ほど読みました、101条の2項。 二項の規定通りの事例ですので大丈夫でしょう。悪意である本人 A は代理人 B の善意無過失を主張して C に対して貸し担保責任の追及をすることはできません。悪意である本人 A は代理人 B の善意無過失を主張して C に対して貸し担保責任を追及することはできません。 101条2項の規定通りの事例です。なので大丈夫でしょう。で注意すべきは足31の事例足十一の事例です。これも足32の事例と同じく特定の法律行為の委託がありかつ代理人があ本人の指図に従って行為をした場合ですけれどもいいですか 101条2項は、百一条二項は決して本人基準になるなんて言ってませんからね。101条の2項は決して本人基準になるなんて一言も言ってませんからね。ご注意くださいね。注意してください。あくまでこれ代理人基準ですからね。代理人基準です。代理人 B が 悪意である以上、自分が善意無過失であるからといって、それを主張することはできません。すなわち本人基準ではないです。代理人が悪意である以上、代理人基準で、いいですか悪意、代理人基準なんで悪意である。すなわち貸し担保責任の追及はできない。ということになります。101条の2項は、 代理人が善意、えー、ないし、善意無過失の時はですね、えー、本来それを主張できるはずなんだけれども、特定の法律行為の委託があり、代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合にはですね、あで、その場合で本人が悪意の時はですね、えー、主張できなくなるよという形で修正を加えているんだ。 といいううふうにお考えくださいもう一度申し上げますと101条の2項ですね代理人が善意まあこの第32二詩の事例ですけれども代理人が善意、えー、ないし善意無過失の時は本来代理人基準なんであればですねそれを主張できるはずなんだけれども。 はい、特定の法律行為の委託があり、えー、かつ代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合で、えー、本人が悪意の時ね本人が悪意の時はあー主張できなくなるよと代理人の善意無過失をねということを言っているのであって決して本人基準になるよと。 言っているわけでではないですからね特定の法律行為の委託があり代理人が本人の指図に従ってその行為をした場合に本人基準だよと言ってるわけではないのでご注意ください、はいえー、それでは次、えー、ですね第33話 A の代理人である B が A の代理人として C から高建物を購入する旨の契約を締結した B が C を騙して高建物を実際の価格よりも安値で買い受けた場合において A がその事実を知らなかった時は C は詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことはできないはい、えー、続けて34足も続けて読みます、えー、代理人が 相手方の、との間で売買契約を締結したが、相手方の意思表示が本人の詐欺によるものであった場合において、代理人が詐欺の事実を過失なく知らなかったときは、相手方はその意思表示を取り消すことができない。はい、第33足は、あ罰。第34足も罰、えー、ということになりますが、 はい、こちらも簡単な板書をしておきますと。 で第33足は代理人が相手方 C を詐欺第34足は本人 A が相手方 C を詐欺で 皆さんに注意していただきたいのは、どちらの事例も、まあ答えとしてはこれツなんですけれども、いわゆるですね、第三者詐欺の事例とは見ないでね、というのを注意してください。ですかね。どちらの事例も、いわゆる第三者詐欺、第三者詐欺の事例とは見ないでください。96条2項の定める第三者詐欺の事例ではない、ということでございます。 足33の事例であれば本人 A が仮に善意でも足34の事例なら代理人 B が仮に善意でも相手方である C は取り消すことができますはいそれでは次 A、えー、ですね足の35 私のいきます A 会社の代表者である D が B に対して C から行動産さんを購入するための代理権を付与し B が A 会社の代理人として C から行動産さんを買い受けたが c o 産さんの所有者が E であった場合 C が無権利者であることにつき B が悪意であっても でが善意無過失であれば、A. 会社は行動産を即時取得することができる。はい、答えはあバツです、えー。この判例知識ですね、意識的に抑えておくと良いでしょう。解説見てください。三乗足の解説です。はい、この、そして以下四行目、そして以下の、ここの部分ですね。 民法192条における善意無過失の有無は法人については第一次的にはその代表機関について決すべきであるがその代表機関が代理人により取引をしたときはその代理人について判断すべきである結局代理人基準だよということになるわけですけれどもねえ本文では代理人 C が悪意である以上 A 会社は即時取得することはできません。はい、それでは次。第36話。夫が日常の家事の範囲を超えて妻を代理して法律行為をした場合、相手方においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信じるにつき正当の理由があるときは、 権限外の行為についての表権代理に関する規定の趣旨が類推され、妻は夫がした法律行為によって生じた債務について連帯してその責任を負う。はい、答え、丸です。この話ですね、まあ分かってらっしゃらない方が多いような気がいたします。この機会にぜひ押さえておいてください。第36話の解説ご覧ください。 まず上2行ですね夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負う、はい、民法761条そのままでございますけれどもね。はい、でこの点。 民法761条はその実質においては夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定していると言えるこれいいですかね、まあ、761条の解釈の問題ですけれども。 まあこの761条が直接言っているのはです、ねえー、連帯して責任を負うよということしか言っていません代理権を持っているよなんて一言も言っていないわけですけれどもおまあこの761条の解釈からです、ね、夫婦はです、ね、その相互にです、ね、日常家事に関する代理権をまあ持ち合っているんだというふうにです、ね、解釈をしております最高裁の方がですね。でです この夫婦が相互に有する日常家事に関する代理権が110条の表権代理、110条の表権代理の成立要件である基本代理権に当たるのか当たらないのかということですが、はい、続き見てください。そして以降、見てください。解説文ですね。そして、夫婦の一方が日常家事に関する代理権の範囲を超えて 第三者と法律行為をした場合においては、はい、その代理権の存在を基礎として広く一般に民法110条所定の表権代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立を損なう恐れがあって相当でないと言っております。すなわち、先ほどから申し上げております、夫婦が相互に 持っている有する日常家事に関する代理権は110条の表権代理の成立要件である基本代理権、えー、これには当たらないということなんですね。ただだからといって第三者の保護を全く図らないということではなくてはい続きですがこの当該以降を見てください、えー、解説文の当該以降ですね当該。 越見行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由があるときに限りはいマークしていただきたいのはもうここですよね。そのののの行行為為が当該夫婦の日常にに関すすするる法律行為の範囲内に属するここですと信じるにつき正当の理由のあるときに限り。 民法110条の趣旨を類推適用してその第三者の保護を図れば足りるとありますが大切なのは大事なのは第三者の信頼の対象ですあくまで保護されるためにはですね先ほどマークしていただいたその行為がここその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属する と信じる必要があります。すなわち、代理権を有すると信じるだけでは保護されません。よろしいですか代理権を有すると信じるだけでは保護はされません。なので、通常の110条の表権代理よりも、第三者保護の範囲は狭くなる。ということになります。その方向性ですね。通常の110条の表権代理よりも、 第三者保護の範囲は狭くなるよという方向性は押さえておいていただければと思います。はい、それでは続きまして第37詩。A が金銭を借り受けるための代理権を B に対して与えていたが、その代理権が消滅したにもかかわらず、B が A の代理人と称して、 C との間で A を借り主とする金銭消費対策契約を締結した場合 C が民法第112条の表権代理を主張して A に対して貸金の返還を請求するには B の代理権が消滅する前に C が B と取引をしたことがあることを要するはい答えは× はい。そんな要件は112条には掲げられておりません。112条を各自見といてくださいね。代理権消滅前に取引をしたことがある。なんていうですね、要件は112条には上がってませんからね。で、えー、代理権消滅前に取引をしたことがあるという事実はですね、112条の表権代理の成立要件である善意かつ無過失 善意かつ無回数。これの認定においてですね、相手方にとって有利に働く訴訟資料となるにすぎません。はい、以上ですね、時間の方参りましたので、第1回前半でですね、終了といたします。後半は第38話からですね、始めたいと思います。はい、10分間休憩にいたします。